今回は組んでて楽しい騎兵の極みについてご紹介したいと思います。ご体験の動画や前の私の武勲稼いだ編成っていうのはテンプレに近いですし、これが組めたら苦労しねえよっていう人も多いと思います。そのため今回は騎兵の極みについてご紹介したいと思います。編成の基本は五体形となっております。ですがそれを組めなかった際に時点で使うのが騎兵の極みのイメージでございます。騎戦法や武将がない際に組む奥義とは書いてますが、これですね、騎兵の極みは幅が広くて組む人の趣味も出ますので、まあ、ある意味組んでて一番楽しいのは騎兵の極みだと思います。では騎兵の極みの基本について戦法のご紹介も兼ねていきたいと思います。まず1つ目は前衛武将の被ダメージのカット、これ4ターンで 40% ということですが、まあ、基本的には自軍ですのでヒソや一夫や長期万人と衝突してしまうということで無心や短期などの補強が必要となります。また2つ目としてましては中衛武将の初撃の 40% アップ、これも4ターンですね。ただこれは効果としては少し弱いですし、まあ、大将と衝突してしまうということで、まあ、恩恵も少ないので無視してもいいのかなというのが私の考えとなっております。騎兵の極みの中で一番重要な効果は本営の主導や追撃の発動率アップです。 10% アップ、これが本当に大きいですね。さらに最近の修正で、まあ、連携、黄金とかですね、あとは宝物とも上乗せできるようになりました。そのため大幅に発動率を上乗せすることも可能となっております。騎兵の極みに関して重要なのはやはり本営の効果と前衛の火だめのカット、これをうまく活かして組むことが良いと思います。編成の際の注意点としまして1つ目は兵士ボーナスがゼロ、これかなり痛いですね。馬で揃えれば攻撃と速度の 10% アップや歩兵で揃えれば攻撃と防御の 10% アップ、やはりこの効果がなくなってしまうというのは痛手です。そのため兵士ボーナスがない代わりに陣営ボーナスは揃えましょう。せめて2色までです。これを無視していい編成は3項だけです。3項は組むとぶっ壊れです。全てのステータスがオール25上がる、もうほんと向上まで上がってしまうということで、まあ、ボーナスの 10% を超えるほどの効果を示しています。劉備とかでしたら知略150とか180とかしかないですので 10% 以上の効果もあります。そのため3項だけは特別となっております。3つ目に関しましては騎兵の極み前衛はカットはありますが本衛と中衛にカットはございません。ですのでそれを補うために無心や短期などつけて補強する必要がございます。それではこれらの注意点を含めまして編成例を紹介していきたいと思います。よろしく頼むぞ。それでは1つ目は騎兵の極み大人気部隊の黄金部隊となっております。今回はたくさん部隊を紹介しますのでさらっと流していきたいと思います。1つ目は一番ベーシックな形ですね。半径や無心を長方に乗せて長領は類似がなければ断兵、そんな形で組んでいただければと思います。2つ目は新兵対象型となっております。これは聴覚に連携と騎兵と宝物を最大値を乗せるとなんと発動率 70% でロマンあふれる騎兵部隊となっております。聴覚の余ダメージの期待値はトップクラスです。ですのでこれを 70% で準備なしでぶん回せばかなり強いですが、結局ここで新兵対象を使ってしまったら五体形の一つに組み込まれてしまいますので、これは作成難易度が高いものとなっております。3つ目に関しましては一番ローコストで組める聴覚部隊となっておりまして、まあそんなに要求難易度も高くしてませんので組みやすいかなと思います。2つ目は弓旅風目録軍長戦の編成となっております。この編成の特徴としては軍長戦でしっかりと相手をカットすること、また中衛の大王は造兵を使っていることが多いです。ですので騎兵極みの中衛効果っていうのは無視している編成となっております。本営に関しましては弓旅や鎮球なども使えますし、中衛に関しましても高順や長高で使っていってもいいのかなと思います。3つ目は高孫さんを生かした騎兵の極みとなっております。高孫さんの発動率を
上げて猛角の回避無視とバフで一気に対七で殴るという啓兵の極みとなっておりまして、結構面白い編成だと私は思います。武将の要求難易度に関しましても、コウソンさん以外は高いものではございません。太子寺の代わりも結構いると思いますので、余り物で組むのは一つありだと思います。4つ目の啓兵の極みは、義の地の編成となっております。やはりですね、昨今、純育というのが価値が上がっております。その発動率を上げることはかなり重要ですので、この編成は私おすすめの編成となっております。この編成の一つ欠点としては、義角というのがちょっと要求難易度が高いです。私も義角は持っていませんので、この編成は組みたくても組めない編成となっております。ただ、この編成に関しましては5体系ではないんですが、十分一線級で働ける部隊となっておりまして、作れる人は結構お勧めしております。5つ目はオーソドックスな義の地の編成となっております。こちら閣下がある人は組める編成だと思いますし、無難に強い編成でございます。死刑を盗賊などで使っていて、死刑を回せない場合は無心とかを使ってしっかりと相手の火ダメを減らしてあげるっていうのも重要だと思います。あとは制御系をしっかり積んで純育のサポートをして最後まで戦えるようにしていくという編成となっております。ただ準優がない人もいらっしゃると思います。その場合は前衛で天衛や宗神などを使って代用することは可能です。私も昔前衛を天衛でやりました。前衛に天衛で啓兵の極みと短期吸収をつけてガッチシと守った編成、この編成結構強かったです。そういう意味でもこの編成に関しましては幅が広い編成だと思います。続いては通称長啓兵と言われているものでございます。中衛に各所を置いて安定したダメージソースですが、この各所がやっぱりキーですので、赤くないと知略に振りが足りなくて火力が出ません。そういう意味では中衛に芝居とかっていうのもありだと思います。本衛に関しましては長春夏や孔明などを使う。前衛に関しましてはソースをここで使うのはもったいないという人は玄関で代用することは可能となっております。この部隊の特徴としましては、硬いし安定したダメージソースを出せるという編成となっております。私もだいぶ昔にこの編成使ったんですが、負けることはないのかな、ただ勝ちが少ないのでちょっとそこがネックなのかなというポイントではございます。戦法の要求難易度も高いですので、できたら作ったらいいかなというぐらいとなっております。7つ目は5の啓兵の極みを紹介していきたいと思います。見た感じこれぞ啓兵の極みっていう感じですね。あまり使わない武将戦法をうまく使って組んでる編成となっております。大凶小凶も刺されば馬長をバチコシやれますので、そういう意味では面白い編成となっております。ない場合は大凶とかで連携をしていくという形の編成となっております。8つ目は私が大好きであった五啓兵です。孫権、陸子、孫策のコンビで、まず見た目がかっこいいですね。この部隊に関しては昔かなり強くて、私これ一軍として運用しておりました。ただですね、やっぱり最近ですとちょっと弱くなってきたかなと思うんですが、今やっぱ類似とかを孫策に乗せれば陸子も守れるので、今まだ結構使えるかもしれないと思います。続いては蜀の啓兵をご紹介させていただきたいと思います。一つ目は有名な蜀の地となっております。この部隊に関しましては 3,4 シーズンまではとても強くてよく使われていた傾向にあったんですが、最近はちょっと下火になっている編成ですね。理由もちょっと考えてみたんですけども、やっぱりこの編成の特徴としては序書がダメージソースの前のめりの編成となっておりますので、修防も使ったりということで減ってきたのかなと思います。10個目の啓兵は蜀啓兵でございます。この部隊私にとっては思い入れの深い部隊でございますし、私が有名になった、自分で有名になるっていうのもおかしな話ですけども、有名になったきっかけの一つになった部隊となっております。この部隊ですが、もう3年ぐらい前ですかね、孔明の部屋に投稿して
で、紹介してもらって爆発的に人気の出た舞台となっております。当時の環境下におきましては、送風札をかけて関羽で倒すというこの編成はかなり有効で、勝てる舞台はなかなかいないと言われていたぐらいの舞台でしたが、まあ、現状に関しましては結構脆くなってきてますし、食器兵とかにもやられたりとかいうことで弱点も増えてはきてはいるんですが、まだまだ使える舞台だと思っております。本営に関しましては純育という選択肢もございます。戦室が使えない場合は空城とかでも対応してもいいかなと思います。続いては銀を使った騎兵となっております。まあ、こちらの部隊も先ほどの食騎兵と似てるコンセプトで、基本的には送風札をかけて義援と関羽で敵を倒すという編成となっております。ただ先ほどとちょっと違うのは、関羽に関してやはり義援を生かすために激性をつけている編成となっております。まあ、これスタダからも使える舞台なので、まあ、そこそこおすすめです。続いては関の騎兵となっております。この編成に関しましては十条銃を使った面白い編成だと私は思っております。細分機は発動率が低いですので、しっかりと軽兵で発動率を上げております。また婦人も通常攻撃のダメージアップがありますので、反撃のダメージも上がりますので、ベースが上がっていく編成となっております。最後の軽兵はやっぱり参考でございます。この参考なんですけども、私はちょっと今まで組んだことがございません。理由としてはこの3個を使うことによって3部隊作れなくなってしまうからです。まあ、それほどこのやっぱり曹操、劉備、孫権って重要な武将なので、私は作ったことはないんですが、この部隊はとても硬いですし抜かれません。まあ、本当そういう意味では防守で置いといたら10部隊20部隊ぐらい、まあ、カバーしてしまうぐらいポテンシャルがある部隊だと思います。強いし硬いのはもちろんなんですが、見た目もかっこいいっすよね。まあ、参考で組むって、うわ男らしいなっていうのを私敵でいたら思いますし、味方でもいたら尊敬する編成だと思います。戦法に関しては組むんだったら本気で組みましょう。それぐらいの舞台です。最後にまとめですが、軽兵の極みはオリジナリティがあったものを組めますし、第三国志の編成の中で一番組んだ時に楽しい編成だと思います。そういう意味ではこの軽兵の極みは、まあ、基本を守って楽しく組むべきだと私は思います。ぜひ皆さんの中でもこの軽兵の極み面白いし強いしみたいな舞台があったら教えてください。今回の動画が面白かった、役に立ったという方は軍長戦の指先をタップしてチャンネル登録よろしくお願いします。またコメントや動画の内容の希望もぜひぜひお待ちしております。じゃあねー。